こんにちは、沼です。パワープルアップでやっていきます。今回も、全力全力野手行きましょう。もふもふ、さがら、さいが、さいき、やぎゅうちゃん、しだるんと。さあ、行きましょう。おー、ここ3人でいいっすね。まあ、さいがのコツはそんなに今重要視しなくても、直取りでいいぐらいなので、技術とかもいらないですし、筋力も余ってくるんで。なので、まあ、味方の評価を優先した方がいいでしょうと。お、いいね。あ、どうしよう。結構迷うな。そうですね。まあ、サガラにするか。安全に回りましょう、安全に。ゲイ。あとはもう本当に、一番初めに燃えた時、二回目に燃えた時、そこでどういう練習ができるかどうかですね。精神とか行きたいな。はあ、いるけどどうしよう。一人か。いや、休みましょう。おお、いいっすね。三人。これはありがたい。55。しどれみと。ああ、まあまあまあ。肩ばっかりいってますね。もったいないな。走った。うん。それ行きましょう。下がら行ける気配ないな。休みまーす。あ、やめて。うわー、そんな燃え方嫌だな。難しいとこですけどね。これは精神しましょう。ちょ、早いな。だいぶ早いな、君。肩しか練習してないわ。うん、さから踏んじゃいます。これで帰ればいいかのかな。よし。あと1回かな。計13。監督でもらっていきます。よっしゃ。一発目からいいね。意外性取りましょう、これは。うん、まあ、まあまあ、本当に動きなしって感じですね。で。ああ、これは普通に打撃でいいですね。監督評価とヤギを上げときましょう。パルス。え、サガラ足りてる？これ。サガラ足りてるかどうかだけがわかんない。下で多分行くかな、最低。パルス使いましょう。
で、監督踏んでいきます。とても静かに進行しています。セミハラ。ああ、いいですね。セニハラ使うか。これで89。次燃えますね、勝手に。うん、まあ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 。どうしようかな。まあ、ここでいいか。はい。うん、まあまあまあ、仕方なし。オッケー、間に合った。ギリギリ。クリスマス来るけど、正月来ねえな、これでも。同じ気持ちです。おお、まあまあ、マシですね。これ悪くないでしょう。強っ。お、野球観測かな。なんか久しぶりに結構早くイベントが完走した気がする。で、あとは正月間に合わせるかどうかっすね。デートじゃ間に合わないかもな。下手したら。はあ、これ強いわ。もう間に合わなくていいかな、これは。まあ、災害コビなんでね。精神のポイントも考えるともう、これを見逃す手はないっす。ふい。さすがに来ないよね。うん。おお、いいですね。素晴らしい。で、監督拾っていきましょうか。あとは結構技術精神入ったんで、こう振っていきます。91。で、敏捷もアップと。ダメ元めっちゃ来んな。ここはゲージでいいでしょう。モフモフ大丈夫かな。モフモフの評価ちょっと怪しいか。大丈夫か。ギリギリ大丈夫ですね。で、ダメ元で体力戻して監督行きましょうか。監督は行けるときに本当に行きたいんでね。よっしゃー、ナイス。おー、これ強いな。まあこれはさすがに休もうかな。いいや。もう一応行きます。これで好きな時も痩せるはずですね。69。おー、うまい。普通に行こう。まあいいんじゃないですか。割とペースも出てますね。
99。監督かな、さすがに。おお、1回目だけど走った。前後ろとも何とも言えない回数ですね、イベントは。どか、うわぁ、シングル。むしろここの方が強いっていう。まだ守備職とかがなぁ、まだだからね。てか何にもないよ、こつ。こつゼロですね、ほぼ。いやー、ここのゲージはちょっと惜しかったわ。ドドドシングか。精神が結構入るんですよね。炎が強いと思う。40生きながら監督。グギってもいいよ。マジで。よし。これでいつでも思い出せますね。好きな時に。ナイス。で、このセクションは強いタック踏んでないので、ちょっと得点が伸び悩んでる可能性ありますね。お、いいね。どか。おお。悪くはない、悪くはない、普通に。悪くはないけど、ここではないですね。間違いなく。頼もう。おっしゃ、どうした。うん、まあここでもないな。ハンド強化かなり順調ですね。171。ああ燃えるかも、勝手に。ここはもうもらってもいいっすね、30。正直もう成功した。で、燃やしていくと。メンタルかな？余裕あるし。で、しどれみはすでに成功済みなので。気兼ねなく上げていきますね、他を。頼むよ。臨床欲しい。よっしゃ。バチーン。はいね。これだったら守備でいいかな。うん、結構監督は素直に来てくれますね。ほう、燃えてねえや。
かな。カチカチ。うん、5回目ですね。大丈夫でしょ。 OK。 これはまあまあ強いっすね。しかも監督までいると。581。技術がやっぱバカ余るな。強。監督とかはいないっすね。デート全然してないんじゃない？そして、デート全然してなさそうですね。二者択一。難しいな。うん、まあまあ出てますね。得点的には。よしよしよし、これは大きい。強いけど、まあ監督でいいかな。特に興味なしですね。で、二者択一使います。よし、監督評価終わりましたね。ここです。警官、そう。マイベは大丈夫だし、アトビも大丈夫だ。デートでもいいですけど、ここ。さから、ふんどきれいな。ダメ元使うか。パルスダメ元でもよかったけど。お、ラッキー。1回目か。おお、まあまあっすね。2段階あるなら行っちゃっていいんじゃない。ないや、案外ないんだな。じゃあこれで。おお、全然誰もだった。ここにするか。15もらえるし。で、68。デートしましょう。で、20もらえるんで、88、あと12詰めれば、まあって感じですね。結構やっぱ筋力とか足りてるな。さ、どうしたもんですかね。さあ、あげちゃう？いや、もったいないよな。これでいくでしょ。ようやく来たね。これちょっと男使っちゃいます。ちょっと印象はいる。本当に全然足りませんね、今のところ。よっしゃー、完成した。
お前1回目か。他全部終わってるけど。いいっすね。これはハイズガでしょ、普通に。キューチ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 。ん？キューチ。はい。9アンダーもらったな、多分。9アンダーもらってますね。ハードラック落としとこう。はい。で、ですね。これでいいんですけど、なんかやることあるかな。 0% マグレー使いましょうか。で、デートを、あと3回。ラッキー。お、ようやく来たわ。ハトイベは OK。マイベだね。おーい、ハイズカさん。やばい。ああ、強いし、これ。無理が通ればかな。うん、まあまあ強いっすね。圧倒的に精神飛んでる。これ拾ってる暇あるかな？使ったもののって感じですね。ちょっとデートしよう。もっと他に欲しいポイントがあるわ。ラッキー。それはラッキーです。うん、デートですね。50% 使う？いや、早いね。で、今燃えてない。後で足かせになりそうだからな。先に使います。一番やり。うん、サガラは大丈夫ですね、評価。モフモフが来ない。ちょっとやばいかもな。うん、ちょっとなんか気配がないですね。フォアボールコースかな、これ。ほっ。おお、まあ、サイが強いんですけどね。これはいかなくて OK ですね。で、いつでも燃やせると。で、サガラのデート終わらせちゃいましょう。で、最大値が2つ上がってるはずなので、普通に50使っても練習できるはずです。まあ、メンタル来てくれるといいけどね。ありがとう。おい、モフモフ。ほほほ、すげえの入ってきた。モフモフはダメでしたが、
うん、これはもう燃やすしかない。はい。技術は999でしょ。うん、ていうか、全部入ってますね、精神以外は。なので、頑張って技術使おうの回。無理だな。絶対無理だな。絶対無理だなって感じですね。どこに早、どこに吐けたら技術使えるのって感じだ。逆に。まあ、こんなもんですかね。ちょっともうしょうがないっすね。クイックとか取るかな。あ、やららら、臨床使ってはいけないから。行きましょうか。しゃ。でかい。おぉ、チャンスメーカーも上手いっすね。パルスで回復できるしね。これで筋力とかはもう絶対大丈夫でしょう。ちょっとモフモフが乾燥しなかったのがかなり残念ですけどね、これ。一番よりはちょっとまだ取れない。取ると絶望の淵に追いやられる。んーでいいかな、とりあえず。いやー、モフモフ何をしているんだ一体。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。トップバッターはミュイ。投げた、見送ってボール。第2球投げました、打ちました。うん、更新は金属1掛けだったらなんとかなると思うけどな。全力学園リードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁。これはいい当たりだ。ゲイ。全力学園リードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面でユイ、今日3打点を挙げています。第2球投げました、打った、これは強烈、いったー。勝負。8回の裏、全力学園攻撃に入ります。先頭バッターはユイ、今日4打点を挙げています。打った、強い当たり、伸びた、センター。全力ちくしょう、でも悔しいな。絶対取れたかな。あとは臨床が欲しいかな。精神もまだ欲しいですね、正直。まだ何とも言えない感じで。お前、しかも通るっていう。おう、あ、普通に休めばいいですね。大したあれじゃないですね。ああ、いいや。キャプリしよう。絶対いらんやろ。パワーヒット。100は、100はちょっと待つか。95とかにしとくか。麻痺は取ります。で、体力戻していいと思うので、パルスして、4ターンだよね。パルスする。した上でメンタルかな。50入るしね。まあ小さくないですよね。うわー、ひでえ。走塁割と入るかもね。71。で、933。マジこれどうしたの。広角打法いくか。ロボ比
割と言っていいとは思うんですけどね。どうなんだ。で、スイープ行ってるのはかなり大きいな。やっぱ結構強いっすね。さすがに強いな。精神欲しいかな。全力学園、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ユイ。これはいい当たりだ。いったー、入った。モフモフだけ欲しかったな。ヒートアップマジでお安く取れましたからね。初球引っ張った、切れていきます。ファール、投げました。打った、これは強烈。いったー、入った入った。周囲、全力学園、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッター打ちました、痛烈。いったー、入った入った。 OK。 マシン、いやー、とりあえずこれは使うんですけど、どっちに行こうかな。まあ、よーく考えた方がいいですね。これ行くと次練習できないんだよね、多分ね。そうそうそう。そう考えると、まあ、筋力とか技術もいらないですし、まあ、最近行った方が無難かなとは思います。粘り打ち取っちゃうか。盗塁か逆境。いや、逆境は取ろう。盗塁狙いにします。完全に。うわー、くそー。まあ強いっすね。ほぼほぼ取ってるしね。ラッキーボイドルとハードラック消えるっていう。いいでしょう。行きましょう。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回の先頭バッターは、おほほ、なんとか乗せられました。ビチビチ決まっていく。ライト、6回の裏、全力学園攻撃に入ります。トップバッターは、打ちました、痛烈。久しぶりに更新できそうだ。お、ちょ、やばい、それは待って、マジで。ワンアウトランナーなしという場面、ユイ、今日5打点を挙げています。第2球、投げました、これはいい当たりだ。それはマジで落ち着け。ほんと勘弁してくれ、さいって感じ。うわー、男あるのに、男あるのに何もできないっていう。あ、男使いましょう。これは非常に残念な感じですね。惜しかったな、最後。まあ、メンタルがいいでしょう。ヒートアップと今のやつがもったいなかったなっていう感じのサクセスだと思います。まだ全然残ってるわ。うん、結構いきそうですね、これなら。690、300ポイント。まあ敏捷がやっぱ足んないっすね。肩曲げれねえな、これ。チャンス、チャンス取ってんのか。本塁生還でしょ。生還と前にこっちなんだけど、まあ生還は取るでしょ、いずれにせよ。
あと待ちでいいっすかね。行きましょう。多分こうしましたと思います、さすがに。2回の裏、全力学園攻撃に入ります。この回のトップバッターはユイ。もうさあ次の投球投げました。打った、これは強烈、抜けた。ユイヒットやべ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 。2点を追いかけます。全力学園攻撃に入ります。先頭バッターはユイ、投げた。うわあ、めちゃめちゃ詰まったボールだったか今。これではありがとう。リードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面。初球打って出た、ライトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。1塁ランナー3塁。なんとか1打点だ。全力だけリードで迎える7回です。ここまで2安打優位。やれば初球打ち引っ張った、うまく捉えらんねえな。いやー、いいとこだ。バッター追い込まれました。第3球低め、ボール。第4球を投げた、打った、これは強烈、いった。試合には勝てたんじゃないですかね。よし、まあまずいったでしょう。これでいかんかったら6ぐらい。ちょっと厳しいよさすがに。モフモフなしとはいえ、まあ、まとめられたかなと思います。まあ、盗塁コツとかが欲しかったかなと。さあ振っていきましょう。盗塁は欲しかったね本当に。うん、取るとこあんまないけどね、まあ言うて。割と精神はある方だ。そうでもないか。盗塁は1個欲しいぞ。うん、まあこんなもんでしょうね。そこ取れるし取っちゃうか。という感じでしょう。いいと。はい、更新は多分したんじゃないかな。6か7は乗ってないかな。6ですね。うん、よかった、なんとかレギュラー更新ですね。ちょっとモフモフが来なかったんで、それだけすごく残念だった感じの回になりましたね。こいつか。はい、ということで、なんとかチームランクが100アップしました。そう思うと、まあ、SS8、SS9 ランクっていうのはすごく大変な作業なんだなとやっぱり思いますね。結構厳選何回もして、こう、サクセスをして、こう、SS6 ランク以上っていうのは本当にこう、難しいものがあるので、まあ、そこに、甘えてばっかりもいけませんが、しっかりと、こう、レギュラーの更新もしながら、いろんなサクセスを皆さんにお見せできればいいかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、高評価になっちゃいました。高評価お待ちしております。また、ツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。